久保さん、今回郷ひろみにしましょうか。郷ひろみ、ちょっと土下座の続きなんですけど、土下座で思い出して、今年のお正月に格付けランキングっていう番組がやってて、郷ひろみさんがね、なんか最後浜田さんがなんか2点か3点やると、土下座しろみたいなね。土下座したらボーナス点いいよと、最後司会の浜ちゃんが言うんですけど、で郷さんが「いいんすか?」みたいな、土下座ぐらいでいいんですか?」みたいなでこっちにヒロミがいるんだけど、ヒロミはたじらってるんだけど、郷ひろみさんが「いや、土下座ぐらいでそのもらえるのって全然やりますよ」みたいな、「いくらでも頭下げますよ」みたいな、僕ねすげえ名言だと思うんですよね。スーパースター郷ひろみがそれぐらい、その程度頭下げるぐらいでそんなやるんだったらいくらでも頭下げるよっていう、僕はここになんか凄さを感じましたね。なんか芸能界で生き残ってきたこの、なんだろうな、垣間見れましたね。その程度でいいんですかみたいな土下座程度でいいのかみたいなねいや、僕はすごいなと思いましたね。で、それはね、何の躊躇もなくスパッと言ってたのが僕は感動しましたけどね。久保さんの何でしたっけ、久保さんの話なんだっけな。債務者の親父ですね。債務者の親父いっぱいいるからね。債務者の親父いっぱいすぎてるからね。まあでもね、結構ね、一緒に戦いますよね。なんか武器使って。協力してみたいな。債務者の親父は僕はね、あんまり、あれですね、なんか、でもね、債務者の親父がいるから、主役が、萬田銀次郎が、僕はね、どちらかというと、女の人いるじゃないですか、あの時の役、南の帝王の、女、僕ね、二人好きなんですよ、女役。女役の南の帝王の、川島直美さんもいたね。そう。この武井みどりさん、武井みどりさんと、石野陽子さんと武井みどりさんのこのタッグが好きです。石野陽子さんとで石野陽子さんとこの武井みどりさんのこの二人がね、金ちゃん、まずこのね、石野陽子さんがあの萬田銀次郎にね、なんとかならんのみたいな、なんとかならんのっていう石野陽子さんがこうね言うわけですよ。で武井みどりさんかぶせてね、武井みどりさんかぶせて、なんかちょっとロジカル的に、なんかちょっとこうかぶせてこうやって、これが好きですね。なんとかならんのみたいなそう、このね、僕ね、二人好きですね。いや、この二人僕好きだな。この石野陽子さんと武井みどりさんのこの二人なんですよ。これがいい。そう。よかったっすね。で、あと山本太郎っすね。山本太郎いる場合は、兄貴みたいな。ですよね、こう。あれいいっすよね。で、武井みどりさんが、なんかちょっとまとめてくれるというかね。その、
まずなんか火種役が石野陽子さんで、で盛り上げ役が山本太郎で、でまとめ役が武井みどりみたいな で竹内力動くみたいな。これもうすごいいいっすね。もう武井みどりさん63歳なんだ。いや、今度よかったね。石野陽子さんもいい味出してるよ、この人も。よかった。あ、川島直美さんの時もよかったっすね。川島直美さんも結構よかったっすね。川島直美さんもよかったな。ちょっと探偵っぽくてね、ちょっと切れる感じで。そう、川島直美さんとこ、まあ3人さね、この3人。まあそんなにいないんだけどね。そう。まあいいや、いってらっしゃい。